この際石破茂君から関連質疑の申し出があります。大島君の持ち時間の範囲内でこれを許します。石破君。自由民主党の石破茂であります。総理、初当選から23年過ぎました。お互いに同期当選、昭和61年七夕選挙でした。総理は竹下派の一期生として、私は中曽根派の一期生として、共に議席を得ました。同期当選が46人ありました。今でもこの衆議院に議席を持っているものは自民党で7名、民主党では総理お一人だけであります。随分と時間が過ぎました。当時、ユートピア政治議員連盟というのを作りましたね。お互いにそのメンバーとしていろんな議論をいたしました。そのメンバーも今やほとんど残っておりませんし、若い方々はそんなものあったのかねというようなことかもしれません。名前からして何なんだと言われました。ユートピア、そんなものはどこにあるんだ。ある意味パラドックスみたいなものだったかもしれません。1年にいくらかかるかっていうのを出しましたね。みんな出しましたね。随分と批判を浴びた。そんなものを出してどうするんだというようなお叱りも随分いただいたけど、いくらかかるんだっての正直に出すことから始めなければいけない。あの議論の中核は何だったか。それは民主主義とはある程度お金のかかるものだ、大切なものはただじゃない、お金のかかるものだ、では一体そのコストは誰が持つのが正しいのかっていうのが議論の中核だったはず。我々がいろんなご批判を浴びながらも政党中心の小選挙区制度に変えていこうとしたのは、一つは政権交代が可能になるような制度が必要だと思ってきました。中選挙区制ではどうしても政権交代ってのは起こらない。主権者の選択によって政権が変わることありうべし、それが小選挙区制だった。もう一つは政党中心ということは、世襲議員や二世議員でなくても、官僚でなくても、有名人でなくても、お金持ちでなくても政治家になれなければ嘘なんだということだったはずですよね。そして官僚じゃない方、二世じゃない方も大勢出てこられるようになった。問題は資産家であればどうなんだってことなんです。つまりそれが贈収賄に関係してないからとか、自分のお金だからとか、そんなことは通りませんよっていうことだったはずですね。そのような認識お持ちですか。富山内閣総理大臣。石破議員とはまさに同期の桜で、今お話を伺ってほとんどの議員が今バジをつけてはおられないという状況になっていることを初めて伺いました。それだけ長いこと国会議員を続けておるんだなという考えの中で、政治を変えなければならないという、あの時自民党の中に我々おりながら、果たしてこのままでよいのかと、なんとか若い我々が努力をしてこの国の在り方を変えていこうではないかと、そのためにはまず我々自身が、私なんか、まあ、ある意味で4世でありますから、こういった2世議員ばかりが少量ばっこするような、そんな政治終止符を打たなきゃいけないねと。おっしゃる通り、お金がなくとも国会議員になれる道を探そうではないか、そんな努力の中で我々自己批判をしながら、自分たちが1年間にどのぐらいお金がかかるかということを、最初は公表しない前提のもとで自ら調べ上げて、そしてそれをあまりにも国民の皆さんにショッキングな話だからこそ、ショックを与えることによって我々の反省材料にしようという竹村当時の代表の議員の思いで、このようなことを行ったのもよく覚えております。その時にはおっしゃる通り、お金を持っている持ってない、その自分の財産を使っている使ってない、そういう話ではなくて、
どういうような状況であっても政運の志を持った人間が一人一人がその志のもとで国会議員になれる道を作ろうではないかというところがスタートラインだった、そのように認識をしております。石破君。政治倫理綱領について本会議で公明党の井上議員が正されました。昭和60年に制定されたもの、我々はユートピアで議論しながらこれに我々は戻っていないかという話をした。つまり政治家というのは一般の方々よりもより高い倫理が求められるのだということでした。そうですね、政倫理綱領その部分です。我々は政倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には自ら真摯な態度を持って疑惑を解明しその責任を明らかにするように努めなければならない。つまり総理がいろんなことをおやりになりたいでしょう。そのベースはあくまで国民との信頼なのだ、政治家すべてそうだと思います。ですから疑惑を持たれたときは自ら解明するよう努めなければいけない、どうですかという質問でしたね。それに対してお答えになったのは、私は記者会見もやっている、弁護士にも依頼をして調査をさせている、そしてさらには捜査に全面的に協力しているというお話でした。捜査に全面的に協力するのは国民当然の義務なのです。何もここで言っていただかなくても結構だ。捜査に全面的に協力するのは当然のことであって何も立派そうに言うことではない。そして会見があった後で、会見があった後でその後もいろんな問題が報じられてますね。新聞一面トップを飾ってますね。その後におっしゃることは捜査に全面的に協力をしているのだという話ですが、あのユートピアであなた一番お金をかけてた、みんな大変だねっつって言った、あれだけ広い選挙区で北海道のこれはかかるんだね大変だねというような議論をしましたね。その時と同じようにあのユートピアで自ら率先して公表したように捜査の解明に待つとか、それは自分の勝手だと思われるんじゃないかと、そんなことではない、自らこの委員会の場でそういうのを設定をすることをお求めになって、それは議会で決めることなんておっしゃらないで自らそういう場を作りご説明をされるべきではないかと私は思っているのですね。他の人がどうだという問題ではありません。他の人がどうだという問題ではない、これは総理ご自身がどれだけ国民の信頼を得るかというお話なのです。そして本会議の答弁において全容が解明されることを記念します。記念するのはあなたの仕事じゃないんです。明らかにすることがあなたの仕事であり、それは政治倫理綱領にきちんと書いてあることで、それが我々の原点ではなかったですか、どうですか。鳩山内閣総理大臣。言うまでもありません。政治家は政治家である以上一般の国民の皆さん以上の高い倫理観を持って行動すべきだと、そのように思っています。